やーす。メリークリスマス。ちょっと暗いな。ちょっとね、12月25日、今、夜の8時過ぎかな。これ、公園。この、近所の公園散歩してやーす。俺みたいにね、クリスマス、ぼっちで、一人ぼっちでね、過ごす人もね、いると思うんで、そんなチミたちにね、俺がね、勇気をあげますから。今からね、今、コンビニ行ってきたの、コンビニ。ちょっと暗いんだけど、ちょっとそれ許して。コンビニとね、ケーキ買ってきた、ケーキ。ケーキね。これカリスマプロ古式だからあんま高いの買えないからさ、これチョコケーキ、これワンロール食べたいと思います。寒いなこれ、北海道。あら、店員さんつけ、あら、フォークとかつけてくんなかったのか。まあいいか、インド方式で、これうまそうでしょ。チョコケーキとかあんま食べないんだけど、自分で買ったりもしないんだよな。だけど特別にカリスマプロ古式だけど、自分のお金750円で買ってきました。人から買ってもんだったらね、もう高いもん食いたいんだけど、やっぱ自分のお金はね、あまり使う、あんまないんで、使えないんで。これどうやって食うんだ、どうやって開けんだ。ケーキあんま食わんねえから。あ、うまくいった。あ、なんだこれ、もったいないから。よし、あ、うまいな、チョコ。あ、なんか人も歩いてますけど、気にしてると言ってますね。うん、いや、どうですかね、皆さん、クリスマスで楽しんでますか。うん、まあケーキはね、まあ10人で食おうが、まあ1人で食おうがね、味は変わりませんか。チョコね、これ飽きたらね、これ白い雪あるでしょ、これ雪つけてね、ホワイトソースでも増えるじゃん。うん、うまいね。結構その辺ね、家族でね、クリスマスパーティーやってますね。うん、なんか窓からさっき人も見てきたんだけど、うん、いいね。うん、まあ全国世界のぼっちの、僕の仲間の、まあぼっちの君たちにね、勇気をねあげてやす。喉乾いて。ミルクティー。ちょっとぬるくなっちゃった。見える暗いね。ケビ。冷たい。久しぶりに食うとね、うまいね。うん、まあこんな感じで、まもなくね、あとこんだけちょっとね、完食して素敵なクリスマスをね、一人で過ごすんで、皆さんもね、良い日にしてください。